皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、5月25日、17時17分。以前も、まあ、今日撮影した動画でも言ってるんですけども、まあ、佳子さまが覚えて、おくことの欄のところに、まあ、この動画、もうこの話をし始めただけでも、ほっぺだとかも急に撮られ始めたでしょう。だこれは現実で、まあ、もともと、まあ、成人様にも、文人様にも、紀子様にも、認められてますから、例えば、佳子ちゃんって呼んでいいとか、そう、ご本人からも認められています。で、まあ、その気になったのは、まあ、握手の件ですね。異性との握手。まあ、同じことを言う形になるんですけども、異性と握手は絶対しない方がいいです。で、昔ひどかったのは、まあ、フレンチキスというような形で、ほっぺたにね、こう、キスをする。で、それを、世界中の首脳の人たちで、まあ、何人かはそれを行ってしまってたんですよね。で、もともとは、これどうだったかって言ったら、既婚者の人とかもそうですし、別に好きな人がちゃんといる人とかは、もちろん相手を、もし既婚者だったとすると、公然と、特にまあみんなの前でこうキスされたら、絶対的にもう他でもしちゃダメですよ。本当に、例えば、まだ結婚してなくて、まあ、特に恋人もいなくて、結婚する相手と、キスをするとかだったらわかるんですけども、本当にそんなことしてたら、外交中に、勤務中ですよ。もう格好の、まあ、ネタになるわけであって、で、まあ、それがハニートラップと呼ばれてる内容で。で、もう、だからもう警戒してる人なんかはもう、なんかこうキスしてこうとしたら、もう手でこう、バーンってこう、相手を弾き飛ばします。だそれとも同じで、いつでも言いましたけども、外交には結婚してから二人で行くこと。これが、絶対的な、安全なルールであって、社会的の地位の高い皇室の方たちは特にそういったことを気をつけなければなりません。で、各大臣の方たちでも、そんなことしてる人いないでしょう。キスしてる人なんか見たことあります？ここ近年で。だいぶ前にもう何十年も前かな。これも、たまに何年か経過した時にそういうふうな映像を見かけたりする時あるんですけども、もうそういう時はしっかりと叱ります。言います。だから去年文部科学大臣の人が降ろされたように、もうそういうのがはびこってるような人たちが内閣に入っている時点で、この世の中も絶対無理になるんですよ。L 業界側だから。だから佳子様としては、だから異性と握手をしない。隣にいる女性と握手をすればいい。そのために女性が隣にいるんですよね。そうでしょ？そうじゃなかったら、もう意味なくなってくるじゃないですか。みんなからの税金。だから、まあ、僕は佳子様と結婚したいって思ってるから、もうストレートに本音で話するんですけども、やっぱり異性と握手した時に、やっぱり不愉快な気分になります。で、それによって、コンピューター頭の中で、淡井圭介の声で佳子様を見捨てたっていうようなことをよぎらせるんですよ。それはエッションで何らかの形で、僕が、こう、例えばね、こう考えながら、うん、まあ、それだったら、佳子様が見捨てたことになるし、とかも、家の横を通り過ぎた件ですよ。それをまあ、ずっと記録化されていて、まあ、それまでの詳細とか、いきさつとか、経緯とか、いろいろありますから、普通は話し合いなんですけども、まあ、だからそういうような内容、コンピューターが強引によぎらせてくる。で、その次の映像が、緑色の和服を着た時の、去年の、ペルーへ行かれた時と思われる内容で、まあ、私が、見せたと、見せましたっていうようなことをね、言ってるんですけども、それだったら、ずっと僕からしたら、それを聞こえたことにして、僕と、の今までの話をなかったことにしようとしてるわけじゃないですか。そこで踏ん張って、いや、そんなつもりではありませんでした。今度からこうしますを言えばいいんですよ。普通の仕事と同じです。自分の気持ちをしっかりと伝えますだとか、はっきりさせますだとか、そういうことですよ。だから結局、そういうことをはっきりしないことによってずっと時間が経過していく。で、自分は大丈夫だっていうところが、顔が綺麗になっているときはみんなそう思っちゃうんですよ。本当に。
だから他のものとかでもテレビ出てる人間で、一回もう顔取った方がいいと。で、それでもう自分の年齢とかちょっと考えてみなさいと。で、今もうすぐ結婚しなかったらもうどうなるかわかるでしょと。あと、まあ、所得税の控除で家を建てる話、家のローンの返済、そういった話もワンセットで。そこで何かこう、悠長な状態になってる時点でもうどうかしてるんですよ。っていうのがワンセットと、あともう一つ、その件で淡井さんがずっと長年ほったらかしになってる件もそうですし、佳子様の場合は、佳子様が覚えておかなければならないことのところに記載するように、河川水門外壁弾発言も、これも皇室の人たちがほったらかしになってしまってるっていうことで、他の国の人たちから注意を受けてるんですよ、天皇陛下も、徳仁さんも。で、そこで、そのコンピューターからの、電波に関して、それで、こう、数人たちがこう横取りをしているような内容のものを、一体誰の声で聞こえてきていたのかっていうことなんですよ。僕はそこまでのことは言ってないですね。もう、それどころか、その、特許の出願に関して、だから、まあ、誰か、手助けが欲しいっていうところ、まあ、ずっと言ってたわけであって、まあ、河川の撮影行ったりとか、まあ、とにかく、その、まあ、金額的にも、これ、どうにもできるものではないなとは、まあ、弁理士さんを雇うにしても、まあ、複数の人間だとか、あと弁護士さん、もうワンセットみたいですから、だからまあ、世界中の政府首脳部の人たちとはもう話ついてるんですけどね。もう君の考えたものでいいって。それは1998年ぐらいの頃ですよ。その件のことを、成人様たちに忘れられたら、もう後ないんですよ。文人様も、証言者とかになってもらわなかった。あともう、紀子様とか。だって、その頃なんて、眞子様、佳子様なんか、幼稚園児じゃないですか。まあまあ、通ってたところが幼稚園だったと思うんですけど、まあ、保育園のケースとかも人によってありますし、だからその証言者として足るかというと、それは無理がある話であって、だから、それ本当にもし忘れているんだったとしたら、他国のコンピューターとの作動、もしくは人間の意思、思い込み込みで、ものを言う人、黒部ダムがどうこうとか、全然違います。河川水門外壁弾発言、淡井圭介殿の。もう特許を申請すれば特許取れると聞いてます。初見協会の人から。だけども、それを採用されるかどうかは別ですっていう部分があります。だからそこまで何か権力闘争みたいな形で巻き込まれてるのか何なのか、ちょっと僕の方にはわからないんですよ。で、皆さんが、国会議員の人たちも、地方議員の方たちも含めて、まあ、例えば別に兵庫県議会の人と、あと兵庫県内の各市議会、市長、あとは知事の人たちでみんなからちょっとずつお金出してあげて、まあ一旦、我々で立て替えておくから、そこからで上がったお金でいいから我々に返金してくださいね。これ良かったと思うんですよ。誓約書を一筆書いて。まあだから、まあむしろそういうふうな話だからこそ、エネルギーの残存問題もあるから、我々としても、河川に設置しましたっていうことを、許可出して、各都道府県知事とか市長の許可ということになりますから、もう簡単にそういうことができたのに、そういう人たちの所得であればね、僕生活保護者でここまでしてるんですよ。この間、能登半島まで撮影行きましたけども、宿泊費用と交通費で3万いくらかかってます。あともう食費も入れたら、まあ、やっぱり3万5千ぐらいかかってるんだと思います。詳しくは計算はしてないんですけど。あとはまあ、河川の撮影もいろんなところ行ったりとかしますし、まあ、交通費は結構かかってますよね。だから、風呂炊かないで、シャワー。今年まだ一回も風呂焚いてないです。そういったことも込みで、まあ皆さん理解して自分たちも同じ行動ができるように、それぐらいは普通にできるような大人に、まあ、なっていただきたい。っていうことをまあ20年、26年前も言っていて、20歳ぐらいの頃もまあそういうような行動を一時的にはしてたんですけども、まあ、結局、一回風呂を沸かすようになってしまうと、その癖がついてしまいますね。まあ、今回は、まあ、握手の件ですので、
まあ、それ以上のところも、ちょっと、これはまずいなって思われるところは、まあ、いくつか佳子さまの件で、まあ、気がついていますし、あとは、まあ、4名の方たちで黒い服を着て、写真を撮影してるときに、佳子さまは多分、ピースをしてると思うんですけど、平和の意味の方の。で、この指がね、逆光とかで見えなくなって、一本の指しか見えないんですよ、僕の方の、画像では。とは、その辺のところはなぜそうなのかな、という部分ですね。なお、受け取り方次第の部分もあるんですけども、例えば我が天下とか我が天下戦国風の我が天下に関して、アプリの画面上では、まあ、こういうふうに指を皇帝が指してるような映像になってるんですけども、まあ、我が天下イコール、まあ、君だっていうような、まあ、そういうような内容で、ああいうような映像というか、まあ、そのアプリの画像を、まあ、最初からこちらが提案しています。だから、まあ、それに合わせて自然とそうなったのではないかなと思うんですよ。まあ、まあ、話があんまり長くなると、まあ、ちょっとあれですので、まあ、これぐらいにしておきます。それでは皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、あと、身の回りの方に、着信通知の設定がわからない方は聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたり、身の回りの方に、まあ、Y さんの動画見ておいた方がいいよということをお勧めしていただけると助かります。まあ、防災の件に関して、今日アップロードした内容に関しては、もうそれでまず間違いないですね。以上です。皆さん、ご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。